マイケル・ヘッティンガはアメリカ合衆国のプロレスラー。カリフォルニア州、サンバーナーディの出身。1998年にプロレスラーとしてのキャリアを開始。2000年、WWF の参加団体であったアプエに入団し、マーシャル・ノックスと兄弟タッグであるアーバン・アウト・ローズを結成して活動。2001年9月8日、日本のインディー団体であるゼロ・ワンに参戦するため、 初来日を果たす。マイク・クッカハートとタッグを組んで、ザ・プレデタートム・ハワードと対戦するが、レフェリーストップによる敗戦となった。2003年、WWEA の出場機会をつかみ、ヒートとバラーシティの前座番組に登場して、ショーノヘアやスコット・スタイナーと対戦するもジョガー的な役割に終わった。同年10月、再びゼロワンに参戦するため来日。 13日にザ・プレデターとゼロワン・ US ヘビー級王座をかけて対戦するが敗戦し王座を獲得することができなかった。2005年、WWE とディベロップメント契約を交わし入団。参加団体である DSW にてデリック・ナイカークとザイリーとなるタッグチームを結成して活動した。2006年6月、WWE に昇格。ヒールとして ECW に登場する。またエクストリームエクスポーゼの一員のケディ・ケリーのアングル上の恋人となり、当時露出強キャラであったケディ・ケリーが服を脱ごうとするたびに、それを阻止し、観客からブーイングを浴びていた。その後恋人のケディ・ケリーが CM パンクに言い寄ったことにより、パンクに嫉妬し、構想を開始する。そして、ケディとは12月にリング上では彼を告げ破局する。 2007年、出場機会が減少して、DSW へと降格。DSW が WWE との関係を、解消後、FCW へと移籍して、トレーニングを続ける。9月には再び ECW に登場し、CM パンクなどと勝負を重ねる。2008年11月には RAW へと移籍する。RAW ではレイミステリオなどと構想する。 2009年の追加ドラフトにより、スマックダウンへと移籍する。スマックダウンに移籍後は一時期フィンレイと構想していたが、基本的に序盤的な役割での登場が多くなり、2010年4月22日に WWE から解雇された。WWE 解雇後は、ハードコアヒップホップデュオである ICP が主催している、JCW、トミードリーマーが主催している方といった。 インディー団体に参戦。2012年5月、ティネのダークマッチに出場し、ディーボンと対戦。そして10月には、正式に契約し入団。覆面ユニットである、エイシズエイツの一員として活動するも2013年11月に、出場機会を失った。2014年4月、田舎のサーカスユニットであるザ・メナジェリーを結成。5月8日、 インパクトレスリングにて飾りンを相手に勝利した。2015年4月9日、イグフに参戦することが発表。同月11日、イグフ3にて王明と対戦するが、万事がめを決められ敗戦した。5月5日、ゲノム33にて橋本大地と対戦して勝利した。ありがとうございます。